愛花チャンネル。はい、こんばんは、愛花です。今日はですね、プチプラ中心の最近の購入品を紹介していきたいと思います。個別に買ったものもあるんですけど、まとめ買いしたのはオムニセブンとアットコスメショッピングです。どちらのサイトも久しぶりに使ったので、いろいろね、気になるものがあってまとめ買いしてみました。じゃあ先にバラバラに購入したものを紹介しておきたいと思います。1つ目、こちらです。これね、発売すっごい心待ちにしてたんですよ。ビセリシェのカラーリングアイブロウパウダーの BR4 番です。こちらは2月16日に発売になった新色なんですけれども、今までは BR2 番というお色をずっと使っていました。それがこちらです。このアイブロウパウダー使ってる方あるあるだと思うんですけど、蓋ここがね、取れちゃって、一度テープで留めてたんですけど、それも外れちゃって、完全に蓋が取れちゃった状態で使っていました。 BR2 番はブラウンもちょっと赤みのある感じで、こちらにねピンク色がセットされています。で、色の名前がカシスブラウンということなんですけど、対する今回出た新色はピーチブラウンということなので、同じピンクでも若干色味が違うかなと思います。あ、結構違いますね。こっちが BR2 番、こっちが BR4 番です。このピンクの色が一番違うと思うんですけど、可愛いくすみカラーになっていると思います。で、今日はこれ BR2 番使って眉描いてるんですよ。少しこのピンクも入れてるんですが、ほんと使う量とかブラシで加減すれば、この見た目みたいな濃いピンクにはならずに、ほんとニュアンス的にピンク味を足すことができるので、私みたいに髪色がちょっとピンク寄りだったりとか赤みのある髪の方には合う色かなと思います。じゃあこれ早速色味チェックしていきましょうかね。こちらが新色の BR4 番で、こちら側が既存の BR2 番です。 BR2 番の方かなり減っている色もあるのでうまく取り出せなかったんですが、こんな感じです。一番上の濃い色ですね、この色が BR2 番の方が赤茶っていう感じで、新色 BR4 番の方が焦げ茶みたいな少し暗めのお色になっています。これをね、この狭い眉のとこにのせた時にどんな感じで色味が違ってくるのかは、またこれから実際メイクしてチェックしていこうと思います。このね、くすんだピンクがすごく可愛くって、美容雑誌で最初見たんですけど、もう見た瞬間にこれ絶対売れるなって思いました。次2つ目、これはちょっとプチプラではないんですけれども、あんまり普段私の動画には出てこない感じのブランドのものです。アスタリフトホワイトのパーフェクト UV クリアソリューションというもので、日焼け止め美容液と化粧下地が一緒になったものです。で、これ中身なんですけど、で確かお値段も4000円くらいで、プチプラではないんですけど、そのデパコスとかに比べると手頃かなっていうお値段になってます。で、これなんで買ったかっていうと、長くなるので私ブログ記事の方に書いてますので、気になる方はね概要欄からそちらチェックしていただけたらいいと思うんですが、日焼け止めって SPF50PA++ のものが最近主流というか、使い心地はいいけどそれくらい日焼け止め効果も高いっていうものが増えてきてはいるんですが、なんか私 Twitter でちらっと見たのが、その同じ数値でも実際それだけの効果があるかどうかは別だみたいなツイートを見たんですよね。でもなんかそういうのって自分じゃ測りようがないじゃないですか。それはね、なんか自分の体を犠牲にしてもいいんだったら、例えば半分日焼け止め塗って半分日焼け止め塗らずにね、ひと夏過ごしてみるとかやってみれば分かりやすいと思うんですけど、さすがに私もそこまで体腫れないので、なんかこのアスタリフトのね使用感がいいっていうのをアットコスメで見て、でなんかいろいろ検索してたら、このアイテムの日焼け止めとしての効果を実験している動画があって、それ見て速攻でポチりました。でその動画もね記事の中に埋め込んでますので、気になる方はそれだけでもちょっと再生してみてください。でもう一個すごいのが、このキャップ UV センサーキャップになってて、紫外線が多くなるとここがね紫色になるらしいんですよ。なのでこの部屋は今そんなに紫外線はなさそうなのでちょっとホッとしてるんですが、そういう風に普段ね紫外線量多いよとか言われても目にすることができないものを目に見える形にしてくれていることで、ちょっと面倒に感じてしまう日焼け対策も忘れずに毎日できるんじゃないかなと思いました。で、肝心のテクスチャーなんですけど、これはほんと柔らかい乳液みたいな感じで、ちょっとピンク味のある明るめのベージュカラーになっています。でも実際使うとカラー補正するほどではないかなと思います。で、きしみ感とかベタベタした感じはなくって、本当に普通の化粧下地っていう感じなんですが、ほんとサラッとしてるからもたつかずに、あんまり組み合わせるファンデーションも考えずに使えるかなと思います。なので今年いろんな日焼け対策グッズとか、美白アイテムとか使っていこうと思うんですけど、1本目はこちらを買ってみました。で、私はいきなり現品買ったんですけど、アスタリフトのホワイトのシリーズのトライアルっていうのがあって、それだとこれももちろん入ってますし、同じシリーズの美白白美容液、あれも一緒に試せて、しかも1000円とかだったので、美白ラインのアイテムって刺激とか強いのもあるので、いきなり現品買えないなっていう方はそちらで試してみるのもいいと思います。ほんと少量でかなり伸びてくれるので、多分サンプルサイズでも結構持つんじゃないかなと思います。じゃあここからはまとめ買いしたやつですね。まずこちら、アットコスメショッピングです。購入したのがこんな感じです。アットコスメショッピングは納期早いやつもあるんですけど、メーカー取り寄せみたいになっちゃうと結構日にちかかるので、ちょっと何をオーダーしたかすでに忘れつつあるんですが、ちょっと待って、すごい嬉しい。ほら、私がカウンターにサンプルもらいに行くって言ってね、全然もらいに行けてなかったクレドポーの新しい練りファンデーションのサンプルですよ。めちゃくちゃ嬉しい。ちょっとこれは別でね、また使いたいと思います。一気にテンション上がってしまったんですが、まず1つ目、こちらですね。デジャブの新しいマスカラですかね。ラッシュアップ軽漆黒というものなんですが、これもどれだけツイッターに踊らされてるんだって感じですが、ツイッターやってる方、最近これの広告めちゃくちゃ出てきませんでしたか。100名様にプレゼントみたいな感じのツイートだったと思うんですけど、それ見て当たるか当たらないか分かんないからと思って、それは応募せずに自分で買ってみたというわけなんですが、これ今まで使ってたカールタイプのデジャブのマスカラで、これ今回出たやつなんですよ。この太さの違い分かります？かなりスリムになってて、デジャブって私このカールタイプ以外にも赤いやつとかいろいろ使ってきたんですが、見たことあるのはこういう太いタイプばっかりだったんですよね。なのでこの細いタイプっていうのがちょっと珍しいなと思いました。すごい、ちょっと画像で見てたけど実際見るとものすごい極細ですね。このブラシ、下まつげ塗るのにすっごい良さそうと思ったんですよね。私不器用なのでマスカラはできるだけね、まぶたにつかないようにブラシが太すぎないものを選ぶようにしてるんですが、それでも下まつげは結構失敗するので、これを下まつげ専用にしようかなと思ってます。でも使いやすかったらそのまま普通に上まつげにも使おうと思うんですけど、基本下まつげ用っていう感じですね。で、繊維は入ってなくって私の好きなフィルムタイプになっているということです。今日はとりあえず開封だけしていきたいと思うので、また使用感とかは雑談メイク動画の中で紹介していこうと思います。次、初めてキングダムのアイライナー買ってみました。こちらはジェルアイライナーのディープブラウンということで、最近プチプラのね、ペンシルアイライナーいろいろ試してたんですが、キャンメイク、デジャブと買ってきたので、今回はキングダムにしてみました。で、こちらは一度繰り出した芯は戻らないそうなので、出しすぎに注意です。こだわりのダブルプルーフ処方ということで、皮脂にももちろん強いんですが、涙とか汗とか、あと擦れにも強いということなので、これからね、夏に向けていいんじゃないかなと思います。マックのアイブロウペンシルみたいな感じですね。カリカリいうやつで、でもすごい滑らか。結構この状態で描くとうまく描けないもの多いんですが、これスルッと描けましたね。めちゃくちゃ滑らか。芯折れちゃってるけど、すごい無駄に描きたくなるぐらいほんと滑らかですね。で、ディープブラウンって書いてたんですけど、そこまで濃い色じゃないかなと思います。というか、これくらいのブラウンの方が実際に目元に使った時にこのまつげとかの影にもなって、いい感じのディープブラウンに見えるんじゃないかなと思います。これファーストインプレッションかなりいい感じですね。早速明日インラインに使ってみたいと思います。次、こちら私の動画では定番のアイテムですが、ネイチャーコンクのこちらは詰め替え用になっています。この前の使い切り動画でも紹介したんですが、次のね、ストック分としてこちらを購入しました。これはもう説明不要かなと思います。アルコールフリーの拭き取り化粧水で、しかも700円とか800円とか、もうそれくらいの価格ですごく手頃なので、ずっと使っているものです。で、ネイチャーコンク、普通にドラッグストアとかにも取り扱いあるんですけど、結構取り扱ってない店舗もあるので、私は買う時はアットコスメとか Amazon とかで買うようにしています。これね、ちょっと正直なんで買ったのか覚えてなくって、もしかしたら発売した時に気になってカートに入れてたか何かして一緒に買っちゃったのかもしれないんですけど、こちらです。セザンヌのラスティングリップカラーの N102 番です。ちょっとなんでこのタイミングでブラウンのリップ買ったのかよくわからないですね。で、セザンヌのリップ初めてなんですけど、こんな感じ。お色がこんな感じですね。でも硬さが結構しっかりあって、こう口紅って感じの硬さでいいですね。スルッと伸びて塗りやすいけど、こう肌に当たる感触にはある程度硬さがある方がちょっと安心できるんですよね。結構しっかり塗るとこんな感じですね。でもよかった、そこまでブラウンじゃないから今使おうと思えば使えますね。じゃあ、アットコスメショッピングでのお買い物最後ですね。これもすいません、あんまりプチプラじゃないんですが、ラロッシュポゼの UV イデア XL というものです。これはね、税込み3000円3672円ということなので、さっきのアスタリフトホワイトに比べるとちょっと安いんですが、これは敏感肌にも使える日焼け止め乳液ということで、これも SPF50PA4 プラスあります。ただこちらはねカラーレスです。でこれはねなんで買ったか覚えてるというか、ちゃんと理由があって買いました。中身これなんですけど、私ラロッシュポゼは昔 BB 使っててすごい良かったんですよ。でその月1で行ってる美容皮膚科で、イオン導入してもらってるんですけど、いろんなねその施術してくれる看護師さんと話をして、いつもこう美容情報を私が聞き出すわけなんですけど、とある看護師さんがこのラロッシュポゼの日焼け止めを使ってるっていう話をされてて、なんかその美容皮膚科の先生が使ってていいって聞いたから私使ってるんですって言われてたんですよね。そんな病院の先生使ってるんだったらきっといいはずと思って買ったんですが、で割とこの商品いろんなとこで噂をね耳にするんですが、なんか皆さんこぞってこれはいいっていう風に言われてたので、 BB じゃなくて日焼け止めの方を買ってみました。こんな感じ、ほんと真っ白で伸ばすと透明になってくれるような日焼け止めです。かなり軽いですね。これだったらそんなにプチプラではないものの、デパコスの日焼け止め下地とかに比べたら手頃だと思うので、首とかデコルテとか、このうなじのとことかですね、そういう見える部分にまで伸ばして使いやすいかなと思います。そう、さっき1本目とか言ってこれ紹介してましたけど、もう早くも2本目私買ってましたね。ちょっとこの辺は併用してまたね使用感とか感想をお伝えしようと思います。で次がオムニセブンですね。こっちは本当にプチプラ系で攻めました。これも SNS 見てすごい可愛いと思って即探したんですが、在庫あったのがオムニセブンだったのでオムニセブンでポチったんですけど、セザンヌのシングルアイシャドウです。最初このキラキラしたやつがすごい可愛いなと思ったんですが、なんか今回4色出るということだったので全部オーダーしてみました。はい、ということでプチプラも私全然嫌いじゃないんですけど、もう1箇所だけ、もう1箇所苦手だなっていうところを挙げるとしたら、このガチガチに梱包されているところですね。これをね剥がすのが本当私不器用なので、こうカッターとかハサミとか使ってもすっごい時間かかっちゃうんですよね。はい、開けれましたけど、で番号が振られてるので番号順に見ていきたいと思います。でケースもこの模様がなかったら完全にアディクションのシングルアイシャドウみたいなケースですよね。開けたらこんな感じ。これが01番万能カラー明るいベージュということで、ツヤツヤのパールカラーですね。結構しっとりしてますね、お粉質。プチプラのアイシャドウってパサパサしているのが多い気がしたんですけど、これ結構しっとりしてます。で2番がこちらです。目元になじむくすみピンクということで、これも01番と同じパールっぽい質感ですね。結構ツヤツヤで、3番はマットカラーですね。シアーな発色赤×マットということで、ネットで見た時の方がもうちょっと赤もしくは赤みのかなり強いピンクみたいに見えたので、思ってた色と実際触ると少し違うなと思いました。でもこれもマットですけど、かなりお粉しっとりしててお肌に密着してくれる感じがありますね。で最後04番ですね。キラッと輝く透け感ラメということです。これ多分一番人気ですよね。こっちから01020304なんですけど、結構大粒のラメっぽく見えたんですが、触るとそのラメのジャリジャリした感じはないです。これもうほんとしっとりしてます。多分ですけどアディクションのマリアージュとかプライベートビーチとか、あの辺のお色好きな方は好きなんじゃないかなと思います。で今私がね手持ちで似てるなと思ったのがこのボビー・ブラウンのムーンストーンなんですけど、ちょっと手に取ってみるともう反射がすごすぎて色がわかんないんですが、ボビーの方がやっぱオレンジ味がありますね。こっちがボビー、こっちがセザンヌです。これはでも色味は違いますね。でもキラキラ感は似ているので、まぶた中央に最後にキラキラをのせるのが好きな人は好きなタイプのアイシャドウかなと思います。でもう一個ね手持ちで似ているなと思ったのが、今日私ちょうど目元に使ってたから、最後のね今日のメイク紹介で見せようと思ってたアディクションのクライベイビー、これと02番のくすみピンクがちょっと似てるかなと思ったんですが、つけてみると結構違いましたね。こちらがアディクションのクライベイビー、こちらがセザンヌの02番です。質感もセザンヌの方がかなりパール寄りで、クライベイビーの方がもっとラメ感があります。でお色味もセザンヌの方がそのまま見た時がちょっとアメジストっぽくって、実際にのせると少し赤みが出るような色なんですけど、それに比べるとクライベイビーはもう少しピンクにラベンダーっぽさをプラスしたような色かなと思います。なので大人っぽさで言うと、もしかしたらこのセザンヌのパール丸の方が上かもしれないんですが、私は結構どっちも好きな色なので、これは甲乙つけがたいかもしれないですね。かわいい。じゃあ最後にもう一度お色味見せておきます。こんな感じです。こちらから01番02番03番04番です。ちょっといろんなものをね、のせては拭き取ってを繰り返してたので、かなり腕にラメが飛んじゃっててすいません。一応こうやって拭き取りクレンジングで拭きながら撮影してるんですけど、やっぱりラメはこれだけじゃ綺麗に落としきれないですね。でこちらがアイシャドウなんですけど、同時にリップの新色が出ていましたので、そちらも購入してみました。これはね、オーダー間違いじゃないですよ。ちゃんと新色ってなってたので買ったものなんですが、セザンヌラスティングリップカラー N の406番と407番、どちらもレッド系のお色です。これはね、買う予定だったから間違いないんですよ。この406番すごい真っ赤、このパッケージの色もあるからか、すっごい真っ赤に見えますね。これ後でスウォッチをお見せしようと思うんですが、うわすっごい、こっちの方が使いやすそうですよね。ちょっとブラウン味を感じるレッドです。こっちの方が私は使いやすいですね。はい、お色味こんな感じです。406番は